OK? 忘れ物ない？うん、大丈夫だよ。ならよかった。あなた、今夜は早く帰れるの？うん、今日は早いと思うから、夕飯頼むよ。じゃ、行ってくるよ。母さん、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あんた、小林ひとみさん？そうですけど。ちょっと上がらせてもらうわ。ちょっと何なんですか？ちょっと人のうちに勝手に上がらないで。おい、お前ら、金目のものがないから全部探せ。はい、はい、ちょっとやめてください。踏まなくちゃ。待てよ。はい、やめてください。オッケーよ、ほら。通報しますよ。勝手にどうぞ。困るのは奥さん、あんたの方だよ。どういうことですか？あんた、何も知らないのか。お前ら、もういいぞ。はい、はい、はい。まあ、吉沢恵里って知ってるな？ええ、友人です。あいつがうちから100万借りて、バックでやがったんだよ。恵里が、そんな。しょうがねえからこっちは、連帯保証人のあんた連帯保証人？私そんなものになった覚えはありません。絶対何かの間違いです。こっちにはな、契約書があるんだ。ちゃんとあんたのサインがしてあるんだよ。奥さん、あんた最近あの女から保証人になってくれって言われなかったか？この前エリが引っ越しするから保証人になってくれっていう書類にはサインをしたけど。それだ。それは引っ越しの契約書じゃなくてうちの借用書だよ。奥さん、騙されたんだ。中将様、そんな。さあ奥さん、あの女が借りた1000万、耳を揃えて返してもらおうか。1000万？でもここには100万って。奥さん、金を借りたら利子っつうのがつくんだよ。私には1000万なんて大金ありません。そうかそうか。じゃあ今から旦那の会社にでも行って旦那に払ってもらうかなあ。そうですね。やめてください。主人は関係ないはずです。ははは、旦那さん重いの。けなげな妻ってわけか。はあ、泣けるね。お願いします。主人には秘密にしといてください。そうだよな。旦那にこのことがバレたら奥さんもちろん離婚だもんな。ああ、旦那さんも会社クビになっちゃってみんな無一文だ。エリが借りたお金は毎月少しずつ返済していきます。だから主人にはこのことは内緒にしといてください。